餃子のクッションはだってあっちにあります2つ。そっか。喧嘩したことありますか？ここ5年ぐらいしてないですね。最後にしたのいつだろうね。てか喧嘩ってどうやってやるのって感じだよね。そうなんだよね。なんかこの先人生で誰かと喧嘩できる気がしない。一回絶交してみたいね。うん。それぐらいしたことないです、喧嘩。ことないね。お互い多分、お互いっていうか、私はないけどさ、うん、他はなんか、イラッとすることとかあるかもしれないけど、あんまりそれを出さないよね、お互い。っていうかなんか、私はもう音楽を聴けばいいから。わかる。楽しくなるからね、すぐ。今日一日何してましたか？何もしてない。何もしてない。なんかさ、最高だった日と最低だった日があるよね。そうなの。昨日結構最高だったよね。昨日最高だったね。今日あんまり良くないね。でも私、7時半ぐらいに1回起きて、トースト食べた。で、また寝た。私はずっと寝てた。そうだね。本当にもう何やってんだろうって日とかあるよね。そうだね。でもね、そういう時は一食でもご飯を作るとかねして。でも結構自炊はちゃんとやってるよね。うん、うまくアレンジしたりとか昨日のカレーをそう、オムライスにかけた美味しかった。美味しかった。はあ、なんかグダグダしてきちゃったね。そろそろ終わるか。終わるか。あ、じゃあ待って、私がさ、うん、私が切ってそっち行くわ。それで終わろう。あ、わかった。同じ画面だよ。え、こうやってどうしたらいいの？退出すればいいの？退出できる？退出してさ、あ、退出したモネさんがもうすぐこっちに来ます。おーおーおー、はい、どうぞはい、ということで正真正銘同じ家に住んでおりますまたねー。バイバーイ。いいおうち時間を。いいおうち時間を。バイバーイ。